信長が播磨平定に向かう一方、木津川口の戦いを制した秀吉は荒木村重の居城有岡城に進軍していた。この一戦で敵に幽閉された官兵衛を必ず助け出す。秀吉はそう決意して戦場に臨む。その思いは竹中半兵衛も同じだったが、半兵衛は自分に残された時が長くないことを感じていた。有岡城の戦い。時は来た。みんな準備はいいな。必ずこの戦いで官兵衛を救い出すぞ。承知。うん、ようやくこの時が来たね。僕も先輩として頑張らないと。行こう秀吉、和治君。この戦い何が何でも負けられないよ。主、軍師は皆まで言うな。和氏、半兵衛はもともと頑固なやつだ。あんな風に腹くくられちゃもうオイラからは何も。今オイラたちにできるのは無事にこの戦を乗り切ることだけだ。いいな和氏。僕の策に期待して。頼むぞ半兵衛。官兵衛はオイラが必ず。合点承知。まず助ける。策は任せたぞ半兵衛。うん、まずは官兵衛の居場所を探らないと。城を囲んで進軍の足がかりを作るんだ。半兵衛、和氏、官兵衛、お前たちがいてこそオイラは。こっちにおいで。官兵衛、先輩の務め。うん、いいよ。必ず果たしてみせるからね。いい調子みたいだ。耐えきれん。聞かせてもらう。やりますね、軍師。とっておきを食らうぞ。するか。ならば撃つ。軍師だって分働きしないとね。だって分働きしないとね。軍師、いえ、何でも。どうか務めを全うしてください。うん、ありがとう和氏君。僕はやりきってみせるよ。伝令、この地に毛利勢が迫っている模様。合点承知。な、毛利が。早いとこ官兵衛を救出しないとな。この砦奪わせはせぬぞ。あ
しみたいだ。聞かせていただこう。なんと見事な。なんとか砦を奪えたね。オイラの出番だ。これで毛利の到来に備えられそうだ。聞かせて。うん、いいよ。いただこう。向こう一つ、いただきだ。砦は奪えたようだね。二手に分かれて城へと進もう。やっぱり本調子とはいかないや。でも今ここで頑張らないわけには。秀吉、官兵衛救出の策を思いついたよ。準備が整うまで西方に敵を近づけないで。よっしゃ、任せとけ。半兵衛、オイラたちが敵を引きつけてやるよ。一体の敵を始末し、奴らの目を奪う。人間の協力、無駄にはできない。官兵衛は僕が見つけてみせる。討ち死に。いい感じだね。僕も準備を進めよう。官兵衛の居場所必ず探り当ててみせる。荒木勢は兵の統率が今一つだ。だから弱みをついたこの策なら必ず。やろべ。東から攻め入るつもりか。急ぎ守りを固めよう。よし、敵は東側に向かったみたいだね。ここまでは順調だ。半兵衛様、ご指示通り兵に敵の具足を着せました。ありがとう。これで準備は整ったね。この策で官兵衛を救ってみせるよ。こちらより敵襲だと。開門。策を仕掛けるための体制を整えるよ。砦を奪って技法を敵に流すんだ。かなう相手では。承知。なかったか。さあかかってこい。散らかすよ。体が鉛みたいだ。でもまだ僕は止まれない。よし、体勢は整ったね。みんな準備はいい？指示通りに頼むよ。今織田に下れば許されるって本当か？官兵衛様がそう言っていたらしいが。なんだと？こちらの旗色が悪い今、織田につくのが賢明かもしれんな。報告、兵らが一部離反す。貴様、黒田官兵衛が先導しているようです。何？官兵衛が？使い寄らせ。合点承知。今すぐ先導を止めるのだ。開門。
体何故。よし、見つけた。じゃ、勘弁はあそこだ。すぐに助けに行くよ。敗北条件変更。勘弁、急いで助けなきゃ。それが僕に残された先輩としての。先輩、申し訳ありません。俺の不手際でご迷惑をおかけしました。ううん、気にしないで。君を助けられて本当によかった。奴らにしてやられたわ。何か手を打たねば。このままでは。でね、毛利の手勢間近まで迫っている模様。まだ荒木様はご無事のようですね。よかった、どうやら間に合いました。勝利条件変更。来たか、毛利よ。城外にて合流し、体勢を立て直そう。開門。荒木様、こちら。合点承知。彼に向かわれている様子、護衛を出し、彼をお守りしましょう。荒木め、毛利の元へ向かうつもりか。合流されると面倒だな。荒木を毛利と合流。うん、いいよ。合流させるな。ダメ、これでは合流もままならぬ。よし、やってやったな。荒木殿、なぜ有岡城を離れた。一気に畳みかけましょう。織田を包囲し、袋のネズミにするのです。荒木は保身に走り、同胞を切り捨てた。お前たちも身の振り方をよく思案しろ。ふぬけた荒木に捧げる忠などござらぬ。我らはこれより織田と共に参ろう。任せる。合点承知。毛利の奴ら、オイラたちを一気に潰す気か。そうはさせねえ。天霊、毛利のご詰めが迫っている模様。毛利の兵力、甘く見ていたかな。急いで手を打たないと。あの砦を制圧して進路を封じよう。そうすれば毛利本体とも連携でき。うん、いいよ。できないはず。よし、これでどうにかなったかな。私たちを待ち構えていたようですね。できながらあっぱれです。手柄はもらった。いやー、照本様、お待たせいたしました。やっちまうぞ。何、進路が封じられて。これでは本体との連携もままならぬ。任された。
私が出ます。みんな続いてください。任せろよ、皇主様。開門。吉川元春。合点承知。あいつの腕は波じゃねえ。みんな気を抜かずにかかれよ。ここまでか。まあいい、勝負はお預けだ。僕の手で毛利にくさびを打ち込む。合点承知。大丈夫、僕ならできる。毛利の進行想像以上に早いや。急いで食い止めないと。策を練っている猶予もないし、だったら僕の手で止めるしかない。え、僕が天下無双の軍師なの？貢献できたかな。あ、でもこれ以上うん、いいよ。
天下無双の秀吉様でい。集中集中、行くぞ。勝利に散ってください。それよっしゃ、なんとか勝てたな。勘弁も助かったし、万々歳だな、半兵衛。うん、本当によかったね。あ、半兵衛、おい、しっかりしろ。くそ、お前ってやつは。先輩。ああ、勘弁。君が無事で本当に良かった。俺のことなどどうでもいい。それより先輩だ。このような状態になるまで、なぜ？おい、半兵衛。お前大丈夫なんだよな。まだオイラと一緒に戦ってくれるんだよな。ごめん。少し。無理がたたったみたいだ。仮にも軍師が己が状態を見誤るなんて情けないや。軍師、くそ。ねえ秀吉、まだ僕は君にかけてるよ。必ずこの乱世を変えて見せて。先輩、そんな、まだ俺はあなたに何も。おい、待ってくれよ半兵衛。オイラを支え抜くって約束したじゃねえか。オイラを置いて勝手に行くなよなあ半兵衛。おい勘兵衛、主はまだ。ああ、未だお一人で陣にこもられている。無理もない。俺だってまだ心の整理などとても。よう、心配かけたな勘兵衛。和氏、おいらはもう大丈夫だ。秀吉様、もう良いのですか。ああ、半兵衛に託された未来、必ず形にしねえといつまでも腐ってられっか。から元気ですね、秀吉様。勘兵衛、てめえなんつう口の利き方を。ですが、そのお姿に進むべき未来の光明を見ました。先輩に、皆に救われたこの命、秀吉様のため捧げます。ああ、頼むぞお前ら。さて、先を急がねえとな。次の相手は三木城の別所長春だ。行くぞ。